対不安定型超新星のプロセスの説明図。対不安定型超新星とは、太陽の130倍以上250倍以内の質量を持つ構成で発生すると考えられている超新星爆発の一つである。この爆発は非常に大規模であり、通常の超新星爆発の10倍以上のエネルギーを放出する。体不安定型超新星は爆発に至るまでに、 以下のようなプロセスが、構成の中心核で発生すると考えられている。極めて大きな質量を持つ構成の内部では、内部の核融合反応で発生したガンマ線による放射圧が自身の重力によって構成が縮もうとするのに対抗している。しかし、核融合の元となる元素が枯渇し、ガンマ線の放射が少なくなると、構成の外装は内部へと縮んでいく。 ガンマ線から電子と非電子のペアが対生成する様子のファインマンダイアグラム。ガンマ線は構成内部の各融合反応によって生じるが内部の温度が高ければ高いほどガンマ線のエネルギーがより高くなる。これは国体放射の電磁波のエネルギーピークの波長はウィーンの変異速により反比例関係で減少するのに対し電磁波のエネルギーそのものは シュテファン・ボルツマンの法則により、温度の4乗で急激に増加するためである。ガンマ線光子は移動するに従い、光電効果、コンプトン効果、耐性性の3つの反応で消滅する。構成内部のガンマ線光子は極めてエネルギーが高い、ため、光電効果とコンプトン効果は弱く、光子吸収のほとんどが耐性性になる。原子核にガンマ線が衝突すると、 電子と非電子のペアが耐性性をする。ガンマ線格子のエネルギーが極めて高いため、その反応弾面積は大きく発生頻度も高い。この時、アインシュタインの方程式 E イコール MC2 により、ガンマ線のエネルギーは生じた電子と非電子の質量エネルギーよりも大きくなくてはならない。耐性性で生じた電子と非電子は速やかに反応して対消滅する。 このため、耐生成に消費された光子は、対消滅によって、再び生じ、ランダムな方向に再び進む。戦術の通り、ガンマ線は、構成内部の高温により生じるが、ガンマ線のエネルギーが高いため、ガンマ線は、頻繁に、原子核と衝突したい生成反応を起こす。すると、ガンマ線の移動距離が減少し、構成内部の温度は上昇する。温度が上昇すれば、 ガンマ線のエネルギーは増大し、ますますエネルギーが高まるというフィードバックが働くことになる。対不安定型超新星の爆発時の想像図。蒸気のような物理的プロセスが恒星内部で発生した後の運命は恒星の質量によって変わってくる。太陽の100倍から130倍の質量の恒星の場合、このプロセスによって 構成全体を吹き飛ばすほどのエネルギーを溜め込むことはできないと考えられている。このため、爆発によって全体を吹き飛ばすことはできないが、部分的に構成を破壊し、エネルギーを放出した後は再び平行状態に戻るようなプロセスが発生すると考えられている。1843年に発生した流骨材ータ性の急激な増高は、この爆発によるものかもしれない。 ただし、別のプロセスである疑似的超新星の可能性もある。この爆発は、恒星が通常の超新星爆発を起こす質量になるほど軽くなるまで続くと考えられている。なお、太陽の100倍以下の質量を持つ恒星では、このようなガンマ線の発生による崩壊プロセスは発生しないと考えられている。太陽の130倍から250倍の質量の恒星の場合は、 真に、体不安定型超新星爆発によって星全体が崩壊すると考えられている。温度の増大によって蒸気のプロセスは暴走し、たった数秒で核融合が急激に進む。対不安定型超新星によって消滅した恒星は、後にブラックホールのようなコンパクト性を残さないと考えられている。超新星元素合成によって、 中心核の元素の大部分が 56Ni に変化すると考えられている。56Ni は約6.1日の半減期で 56CO になるが、56CO はさらに約77.2日の半減期で安定同位体である 56Fe へと変化する。極超新星 SN2006G は太陽の40倍もの質量がある。 中心核のほとんどが 56NI に変化したと考えられている。なお、太陽の250倍以上の質量を持つ恒星では、光崩壊という全く別のプロセスによって爆発に至ると考えられている。上記の通り、恒星の質量が太陽の130倍から250倍の時に、対不安定型超新星が発生すると考えられているが、その他に自転速度が遅く、 金属量が少ない構成であることも、対不安定型超新星が発生する条件であると考えられている。これは、ガンマ線がエネルギーを蓄える前に過剰に吸収されてしまうからである。また、金属量が多い構成は、エディントン限界に対して、おそらく不安定であると考えられている。対不安定型超新星の高度は、矢型超新星爆発よりも明るい線39。 ワット以上のピークを持つ。ただし、2型超新星と同等かそれ以下の 1037W の時もある。対不安定型超新星のスペクトルは構成の性質によって異なるが、IB 型か C 型の超新星として観測されることが多い。しかし、対不安定型超新星の高度曲線は、通常の超新星爆発とは全く似ていない。 高度曲線は爆発の数ヶ月後にピークを持つが、これは対不安定型超新星によって生じた 56NI の崩壊によるものである。SN2006G の X 線画像。右上が SN2006G、左下が銀河 NGC1260 の角であり、銀河角に匹敵するほど明るいことがわかる。ありがとうございます。